2年前かな、高人さんが出演されて公開された、はい、明美、短編映画明美、ショートフィルムですね、それのクリップをご用意してますのでご覧ください。 So have a nice day, okay? Yes, and I'll get back to you on the colors of the napkins. That'll be great. Thanks, Kip. Thank you. Oh, let me. Thank you. Bye. Bye.あけみさん、はい、ボールよかったら昨日のイベントの残り物ですけど息子さんに、あ、ね、ありがとうございます。はい、じゃ、お疲れさん。失礼します。あとボールのこと忘れないでね。あ、はい。さん、今撮ったよね、封筒。ちょっと、返せ。すいません。返せ。すいません。返せ。すいません。返せ。さすがですね、やっぱり最初のマイルドな、やっぱゆるいキャラクターから明美さんっていうとこから撮っただろって激怒の感情の変化がやっぱさすがですね、すごいですね。いやいや、そんなもう恥ずかしい恥ずかしい。いやいや、もうそういうアクティングの演技の勉強っていうのも普段からやっぱり欠かさずやられてるんですか？アクティングスタジオに通ったりとか、うんうんうん、そういうのは時間のある時させていただいてて。なるほど、うん、素晴らしいです。でもこの作品は、うん、48 Hours Film Festival って言って、うんうんうん、その作品のテーマから何撮るから、うん、キャスティングから全部を48時間以内に仕上げる。大変ですよそれは、っていうような作品を、うん、なるほどなるほど、はい、みんなでやった時なんで、お、すごい大変な状況の中で世界中で皆さん頑張ってると思うんですが、うん、高人さんは今具体的にどんな現在活動されていますか？仲間の役者さんと一緒に、うんうん、短い尺のドラマシリーズをやろうっていう話をしてて。お忙しいわけですね、はい、今も。でもなんかもう一個、うん、もう出演されてて公開予定の作品でまだ言えないと、詳細が言えないっていう作品があるって聞いたんですけども、はい、うん、すごいレジェンドなハリウッドの役者さんが、はい、主役にいて、うんうん、でその方を迎えて日本で撮影をした作品で。なるほど。ハリウッド作品なんですけど、うんうん、でその中に僕も出させていただいてて、うんうん、ということです。でこの番組のタイトルが、うん、クリエイティブワールドっていうタイトルなんですけども、はい、それにちなんで、うん、高人さんにとってズバリクリエイティブとは、うん、はい、レゴで作った宇宙船です。ちなみにこれはどういう具体的にはことなんでしょうか？なんか僕クリエイティブって、うんうん、そのなんだろうな、その時に自分がその瞬間をサバイブするのに必要なことで、うんうん、その術の一つ、はい、どうやってその瞬間をサバイブするかっていうのを自分にくれるもの、自分がそれを作ること、うんうん、だ子供の時に、なかなか厳しい、時期があったんですよ、自分にも、こんな自分にもね。でその時に一人でレゴで遊んで宇宙船を作って、でその世界で、自由に自分の思うようにその時間を過ごせた、うんうん、でそれが僕の多分クリエイティブの、出発点。なるほど。なんかそのアートとかクリエイティブってなんだって言ったらすごい難しそうな話じゃないですか、うんうんうん、分かりにくい、抽象的だし、ね、人によって答えが違うし、うんうんうん、だけどそれは例えばその役者とか音楽とかそういうことをしてなくても、うんうん、日々をどういうふうに自分がワクワクするようにとか、辛いことがあった時にどう生きるか、いつもと違う道で帰ってみるとか、うんうん、ちょっと違うところを見ながら歩いてみるとか、うんうん、そういうことだと思うんです僕は。はいはいはい、で僕にとって子どもの時にその時間を生きるのに必要だったのがレゴで作った宇宙船で飛んでいく世界。なるほどね、うん、それが僕のクリエイティブかなって。なるほどなるほど、はい、素敵な答えをありがとうございます。本日のゲストは米本高人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
Ghibli Park featuring Studio Ghibli Animation will open in Aichi. It is inspired by Ghibli films such as Howl's Moving Castle and Spirited Away, directed by Hayao Miyazaki. Enjoy the world of films! A Whisker Away was released worldwide on Netflix. The setting for the story is along the Pottery Footpath in Aichi. Visit Aichi and see the spots appear in the movie. See you in Aichi! Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler. Spiral wound construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off-road performance for even the most demanding terrain. While computer-simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway, the Ridge Grappler goes beyond expectations. Nitto Tire, fueled by enthusiasts. Next, of course, Libera. Enjoy! Amen.
I hope you enjoy the show. Next week, we have another talented person from the creative world. Don't forget to tune in. Until then, have a great week, everybody. Continue to stay safe. See you next time. Bye. For details, please visit our Facebook and Instagram at CWTV Hollywood.